こんにちは、大洲市議会議員の中野博です。今日は2月14日です。今回は増え続ける野良猫問題について取り上げます。愛媛県では改正動物愛護管理法に基づき令和2年5月より飼い主のいない猫の引き取りを断る方針となっております。全国と比較して非常に多くなっている愛媛県での動物殺処分を減らすための取り組みであることは理解しています。しかしそのために現場では飼い主のいない猫が増加傾向であり、大洲市でも非常に問題になっています。今回は市内某所における避妊去勢のための野良猫確保の様子をお届けします。では VTR をどうぞ。はい、2匹の捕獲に成功しました。1匹はかなり病気を持っているようです。1匹は警戒心が強いようか、かなり暴れています。これから去勢避妊いたします。現場はこのような様子です。改正動物愛護管理法では適正使用が困難な場合の繁殖防止が義務化されています。今後は適正な繁殖防止措置を行った上での地域猫活動への支援が必要と考えます。また改めて大洲市議会でも議論提言していきたいと思います。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。